はようございます。5月20日水曜日、 AM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの小原がお送りします。朝のこの時間はチャートを使ったテクニカル分析で、前日の値動きの復習と今日の東京マーケットの動きを予測します。それではアセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。昨日は東京時間はクロス円が底堅い展開となっていましたが、海外市場に入ってからはユーロの上昇が、目立つ流れへと変化しました。きっかけは ZEW が発表した、ドイツ並びにユーロ圏の、景気期待指数が、予想を大きく上回ったということ、またニューヨーク市場に入ってからは、予想よりも弱かった、住宅指標、こうしたものを受けて、ユーロが対ドルで上昇しました。ニューヨーククローズ間際には 1.3668 レベルの高値をつけたんですけれども、この動きがドル円にも波及し、ドル円はドルが売られて円が買われるニューヨーククローズとなりました。それでは今日はユーロドルのチャートを見てみましょう。ユーロドル月曜日の安値からすでに250ポイント近く値を戻し、再び3月の高値 1.3739 レベルが視野に入ってきたというふうに考えられます。ただ昨日はユーロ買いの材料が揃っていたわけですけれども、このまま強い試合が続けられるどうかは、本日以降も出てくる経済指標を見ながらといった感じになるかと思います。これまでも3月高値の手前、何度か戻されていますので、中途半端な水準での新規の買いというのには気をつかなきゃいけませんけれども、平均足、左下のチャート見ていただいても分かりますように、要点してきてますので、基本的には下がったところ、押しを丁寧に買うスタンスというのがいいと思われます。本日ですけれども、サポートとしては 1.3590 レベル、レジスタンスとしては 1.3690 レベル、という流れになるかと思われます。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上、AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。フォレックス TV ジャパンの小原がお送りしました。